小坂祐馬は日本の元競泳選手。所属はコナミ東日本。主な種目は200メートル個人メドレー、100メートル平泳ぎ。神奈川県座間市出身。幼少期から水泳を始め、大和 SC に所属をしその後ピープル中央林間に大学よりコナミ東日本に移籍する。小学校、中学校とバタフライを専門に競泳をしていたが、高校より、 個人メドレーに種目を変更し、2005年の第60回国民体育大会で400メートル個人メドレーで優勝した。2005年に湘南高科大学附属高等学校に進学。2006年にインターハイで個人優勝やリレーでの優勝、学校対抗での総合優勝を経験した。同年、ジュニアの日本代表に選出される。2008年に 法政大学に進学し、所属をコナミ中央林間からコナミ東日本に変更。2009年に学校大校での総合優勝する。同年、ユニバーシアード大会の日本代表に選出された。2011年の200メートル個人メドレーでジャパンオープンを制覇。同年、東アジア大会やワールドカップなどの日本代表に選出された。 2012年のロンドンオリンピック選考会では6位という結果に終わり現役を引退した。現役引退後は競泳に特化したトレーニング情報サイトのスイムメディア運営や水泳教室、水泳解説、TV イベントなどに出演している。スイミングマガジン、ありがとうございます。